おはようございます。くーちゃんです。今日はですね、このでっかい段ボール何するかと言いました。福袋開封していきたいと思います。イエーイ。福袋って言ってもなんか A の中から1点 B の中から4点みたいな感じで自分で選べる福袋らしいんですよ。これをね、先日誕生日だったわけなんですけど、ハッピーバースデートゥーミーハッピーバースデーのわけで誕生日迎えまして、そのね、誕生日プレゼントでお母さんが買ってくれました。それでは早速開封していきたいと思います。開いた。何入ってんのやろ。個人的にはトレーナーが欲しい。わっ、え一個ずついきますね。せーの、ほい。これ袋なんや、なんや、トレーナーっぽいぞ。なんや、なんや、じゃじゃん。ほじゃんじゃじゃんじゃ。ナイス。くーさ、こういうさ、わかる、袖キュッてなってるの大好き大好き。はい、じゃん。わ、無地、すごい、無地無地無地のトレーナーです。最近黒めっちゃ好きで、黒ばっか着てるからめっちゃ嬉しい。しかもさ、袖ちょうどさ、こういう感じでさ、なんていうの、こういうの、かわいい生地、生地じゃないな、デザインやからさ、何にでも合わせれそう。え、やった、ありがとうございます。2点目いきましょう。わ、え、なんかパッと見の感じ全部色ちゃう。え、すごい、じゃん、ブン。はい、こちら白パーカー、ピンクパーカーも大好き。しかもさ、今ちょうど寒いからさ、めっちゃ裏起毛っぽいんで嬉しい。いきますね。ほうほう、じゃーん。わ、なんかすごい、え、後ろ長いタイプなんや、見て、じゃーん。しかもさ、後ろこんな感じで、わかる、ちょっとさ、切れ目入ってるみたいな感じのデザインになってます。ここ、こういう感じで、かわいい。短めのさ、このパーカーやったらジーパンとか、あのプリーツスカート、よくクーが履いてる黒いプリーツスカートあるんですけど、そういうのも合いそう。これ短めのな、パーカーは茶色持ってたんやけど白持ってなくて、で結構お尻まで隠れるタイプのパーカーやったからめっちゃ嬉しい。しかもポケットついてんの最高じゃないか。ポケットってさ、結構パーカーってあんまなかったりするやん、だからめっちゃ嬉しい。うん、いきます、次、せーの、はいはい、茶色。これ何や、上と下上下どういう比率で入ってるんやろ。なんかすごい生地、あの、これなんて説明したんやろ、すごいさ、あの水着でもないけど、あの分厚いっていう感じでもなくて、このなんていうの、これ、あ、わかった、スウェット、こう伸びる生地ですね。めちゃめちゃ良い生地。あー、スカートだ、かわいい。しかもこれは肩紐があるこういうスカートじゃなくて、え、ズボンなのか、スカートか。しかも見て、後ろさ、リボンめっちゃかわいくない。後ろでこれはこうやって調整できるタイプですね。しかもさ、伸びるからめちゃめちゃ絶対履きやすい。しかもこれちゃんとポケットあるから最高。ポケットある服大好き大好き。エンブラ、あと2個ですね。お、これはなんだ、なんか待ってくーさ、え、分からへんけど、あのサラペットのスカート版みたいな服めっちゃ今欲しかったから、これ、え、それっぽくない、かわいい、頭抱える、かわいい、ちょっと待って、見て、え、見て、じゃん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 、え、めちゃくちゃかわいくない。下はこういう感じで、あのしっかりした生地の上にチュールみたいなのがかかってて、上はこんな感じですね。ここにポケットがある。え、めっちゃかわいくない。しかもちゃんとここで調整できるので、すごく着やすいデザインだなと思います。横にボタンがついてて、でここにもポケットがちゃんとある。え、もうこれ即着るわ。
かわいい、かわいい、めっちゃかわいくない？こういうスカートめっちゃさ求めてたの。めっちゃかわいい。しかも真っ白じゃなくてこのオフホワイトの感じがまためっちゃかわいい。お母さんは買っとるわ。はい、次行きました。最後ボン。さあこれはなんだ。これも下のここっぽいですね。うわすごい、なんじゃこの生地。なんか撥水性めっちゃ良さそう。あ、これはジャケット？お、じゃーん。あ、長い、めっちゃ長いジャケットですね。え、めちゃめちゃ可愛くない？え、めちゃめちゃ可愛くない？後ろにこのスリットが入ってておしゃれですね。しかもここの腰のところにこれがあるので、これギューって絞ったりして調節できる感じ。こういうのもめっちゃ求めてた。え、なんでわかんの？お母さんすごい。で、後ろもさこういう感じでここが2段になってます。おしゃれ。え、めっちゃ可愛い。もうすごい。ちょっとこれ最後来ますね。これはちなみに全部で1万円、5点で1万円でした。感謝ということで最後来たいと思います。それではどうぞ。じゃーん。ということでね、入ってた黒いトレーナーと白いねつなぎのスカート合わせてみました。じゃーん。めちゃめちゃ可愛くない？この袖がさワンポイントでめっちゃ可愛いデザインやから、これとも合ってるんじゃないかなと思います。えく、この中でやったらこれが一番お気に入りかもしれへん。じゃじゃーん。次はこちら白いねちょっと短めのパーカーをプリーツスカートと合わせてみました。じゃんじゃん。はい、こんな感じです。くうね、あのフードがこの自分の首のこうやって横に来るのがめちゃくちゃ好きで、なんか安心感ないですか？これ紐がないのですごくね心がゆったりして着やすいです。で、裏紐なので今もめちゃくちゃあったかいです。はい、ということでお次はこちら、こんな感じです。上にね白いお洋服を合わせて、ここ肩がひらひらなのでこっちのねリボンと合わせて、あれ、これリボン結びできてる？さっきやったのに合わせて着てみました。ポケットもついてるのでね、しかもこれめっちゃ伸びるんですよ。だから履くときすごい履きやすかったし、今もすごい着心地がいいなと思います。で、後ろで調節できるのですごくねここのフィット性も高くていいかなと思うんですけど、私はちょっと大きいのでここを後でお母さんにちょっとつまんで塗ってもらおうかなと思います。ちょっとの調整であればここのリボンでいけるんじゃないかなと思います。3番目はこんな感じでございました。